8月18日木曜。猫のテブ生徒会、そして葵との時間、そんな講師が充実した日々を過ごしていく。だが事態は俺の気がつかないうちに進行していた。情報収集はエリス、聞き込みは姫野に分担して行う。それで構わないか？オッケー、サクサクっとやっちゃうよ。私の方も動いてみるね。結果が分かったらすぐに連絡するから。了解した。二人の集めた情報をもとに判断して指示を出す。その都度対応を頼む。もうこんな時間か。あ、じゃあ俺は生徒会の方に行ってくる。はーい、頑張ってね。どうしたのさつき？桜井くん、疲れが溜まってないかなって。確かにここ最近ちょっとやつれてる感じがしてたし。ちょっと心配だな。って言っても桜井くんのことだから、このぐらいは覚悟してたことだなんて言いそうなんだよね。うわ、言いそう。だからってわけじゃないけど、私たちの方で層があんまり負担にならないようにサポートしてあげないといけないかな。そうだね。頑張ってる理由には少し焼けちゃうけど。そこはほら、男の子として頑張らないわけにはいかないんじゃない？すみません、少し遅れました。この程度なら問題ないわ。私たちの方もまだ作業を始めていないのだし。猫のテブの方も大事なのは理解していますし、大丈夫ですよ。そう言ってもらえると助かるよ。あ、ただ次からは遅れないようにしないとな。いくら猫のテブと両立していると言っても、それに甘えていてはダメだ。どちらも最高のパフォーマンスでこなすこと、それが真の両立というものだから。では始めましょうか。泉さん、学園側からの報告は？はい、老朽化が原因なのかは不明ですが、噴水の周囲に水漏れが確認されているとのことです。確かにところどころ水漏れが発生しているな。何せ100年以上の歴史を持つ学園だ。こういう部分で老朽化が発生するのは仕方ないと言える。一瞬クラッと目の前が揺れた気がした。なんだ、気のせいか。どうします？修理業者の選定を行い、見積もりを出してから学園側に提出した方がいいですかね。そうね、3社ほどに絞ってから学園側に提出しましょうか。なんだか目の前がぼやけて。先輩、フラフラしてどうし、あれ、どうして視界に空が広がってるんだ。先輩、どうしたんですか先輩。落ち着きなさい泉さん、今すぐ人を呼んできて、早く。はい。なんだかすごく頭が重い。どうして二人はそんな切羽詰まった表情に。そこで俺の意識は途絶えた。ここは。目を開けると見慣れた天井が待っていた。いつの間に俺は帰宅していたのだろう。それもベッドの上で寝ていたなんて。ようやくお目覚めのようね。え、程度先輩。慌ててベッドから起き上がる。よかったです。本当に心配したんですからね。葵まで。一体これは。あなたは私たちと広場の噴水の様子を確認していた時に貧血で倒れたのよ。俺が倒れた？ええ、それで私の家のものを使ってここまで運んできたというわけよ。そうでしたか。本当にすみません。
ご心配をかけて。先輩、本当に良かったです。もう目を覚まさないんじゃないかって思っちゃって。私大げさだな、葵は。安心させるようにして葵の頭を優しく撫でる。すると落ち着いたのか、体のこわばりはなくなっていった。さて、落ち着いたところで、桜井くん、いえ、あなたたちにお説教するわよ。お説教ですか。確かにこうして仕事中に倒れたことは、俺の体調管理の甘さが招いた原因です。反省はしています。次からは。体調管理の甘さというだけで済まされることではないと言っているのよ。泉さんをそばで支えたいという気持ちはよく伝わってくるわ。だからといって無理をして体を壊してしまったら元も子もないでしょ。つまり生徒会と猫のテブ、どちらかを選べと。いいえ、違うわ。桜井くんならその二つは両立できると踏んだからこそ、私は生徒会入りを許可したのだもの。それならどうして先輩は倒れて。その言葉に本当に気づいていないのね、というような表情を浮かべながらため息をつかれた。私の口からはあまり言いたくないのだけど、気づいていないなら仕方ないわね。確かに私は猫のテブと生徒会の両立は可能だと判断したわ。もちろん泉さんとのプライベートの時間もある程度は見越していた。そう、ある程度は。あの、どういうことですか。桜井くんが毎日やつれているように見えたのは、生徒会と部活以外のことで疲れが溜まっていたからではないかしら。ああ、それは。これでも抑えていたつもりなんです。まさか毎日どちらかの家に泊まっていたというわけではないわよね。でも2回戦以上は2日に1回ぐらいしかしてませんでした。さらに大きくため息をつかれた。あなたたちは付き合ったばかりだし、そういうことに盛んなのは理解できるわ。ただもう少し自重という言葉を覚える気はないのかしら。すみません。すみません。でも先輩は悪くないんです。その、私の方から先輩を誘っちゃうことが多くて、先輩は私のことを思って答えてくれただけなんです。なんだかのろけられているだけな気がしてきたのだけど、私の気のせいなのよね。まっすぐなやつなので素で言っているかと。ともかく桜井くん、ここまで説明すればあなたなら私の言いたいことを理解できるわよね。はい。というわけだ、葵。はい。何ですか、先輩。しばらく距離を置こう。え？それって私に飽きたってことなんですか？いや、そういうわけじゃなく。毎日終わった後に気持ちよかったって言ってくれたじゃないですか。あの言葉は嘘だったんですか？落ち着け。葵は勘違いをしているだけだ。勘違いですか。今の葵は俺に依存しすぎていると程度先輩は言ってるんだ。もちろん俺もできるだけ葵に答えてあげたいという思いから甘やかしすぎていた部分はある。だって先輩は素敵な人ですから、甘えたくなるのは仕方ないじゃないですか。何なのこのいたたまれなさは。これがバカップルというものなの？あ、程度先輩の顔が引きつっている。こんなあからさまな表情を見せるのは相当珍しいぞ。今の葵は俺に愛されることによって充足感を得ている。それは裏を返せば自身の魅力に不安を抱いているということだ。だから
それを自分の内から出るものへと変化させなきゃいけない。私はまだまだ若輩者です。そんな自信なんて。しばらく距離を取って、それでも俺の気持ちが変わらなければ少しは自信を持てるんじゃないか。ですが、桜井君だって本当は泉さんと毎日一緒にいたいはずよ。それを押しとどめてあなたのためを思って提案しているのよ。わかりました。じゃあ2日に一度お互いの家に泊まるということで。1週間に一度だ。そんな、1週間だなんて、私寂しくて死んじゃいますよ。どうやら先は長そうね。こうして俺と葵はしばらく距離を置くことになった。生徒会の方も俺の対象を考えてか、しばらくは休養しなさいと定藤先輩から告げられてしまった。いきなり生徒会に入って休むのは情けないが、ここは体を万全にして復帰するのが何よりだろう。週明けか。はい、というわけで、じゃあ一旦今回はここまでにしましょうか。まああれだよな、本当になんかこうもっと素直になっていいとか、まあいろいろね言ってたし、まあそれに前のね、まあその教訓的なものもあるから、なんかより一層葵に対してね、まあ甘えていいよっていう、甘えていいよっていうなら甘やかしをこうしてしまってる部分はどうしてもあるからさ、まあそれのね加減というか、いい塩梅が見つからないというか、まあちょっとまだね付き合いたてでそこができないっていうのはさ、いやまあでも付き合いたてだからっていうのだけではないのかもしれないけど、まあやっぱりこうね、こうまあバランスというかさ、いろいろあるよね。これをどう、まあね、まあでも結局のところやっぱその言ってたように、なんていうか、甘える原因ってそういうなんか自信のなさだったりとか、まあそういう部分もあるのかなっていうのは一個あるよね。だからまあこの先これを乗り越えられるかどうかが多分このアフターストーリーの最後の山場になるのではないかなと思いますが、どうなんでしょうね。そのために一体どういう感じに話が進んでいくのかはまた次回やっていこうと思いますので、お楽しみにといったところかな。というわけで、じゃあ今回はここまでにしていまた次回に頑張っていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。 X のフォローもねしていただけるととってもとっても嬉しいです。というわけで今回はここまで、また次回もよろしくお願いいたします。ではでは、バイバイ。